八戸テレビ放送は6月20日八戸商工会館で第42期定時株主総会を開きました商工会館で開かれた株主総会には株主と役員が出席し初めに八戸テレビ放送大久保治社長がアフターコロナに向けた明るさがあるものの年度全体としてはエネルギー高資源高による物価高騰にも影響され 厳ししししい経済情勢ととなりままたた挨拶しましたこの後第42期2022年度の事業報告が行われ、続いて第42期の決算について説明があり、当期の売上高は8億7200万円、営業利益は8800万円、純利益は6100万円の増収減益となったことが報告されました。なお 任期満了に伴う監査役の改選では、上小沢忠次氏が退任され、新たに吉田文雄氏が選任されました。